ごいね。すごいっすね。今もうないんだけど、歩きほらここもじゃん。すごいっすね。あ、ツタヤだ。ツタヤですよ。あ、ツタヤの古着。すごいっすね。本当だ。あ、ファーロンさん。あ、ファーロンさん違った。婦人服屋さん。あの古着屋さんめっちゃあるんだよ。うん。しかも。ご飯さっき食べたんだけど、うん、何ファッキンファッキンね、油そば、はい、めっちゃある。台湾こっち行くとね、あれなんですよ、オイスターバーとか居酒屋とか多いんですよ。牡蠣屋さんってこと？オイスターバーって、そうです、牡蠣です、牡蠣。牡蠣、はい、牡蠣大好きで、はい、牡蠣大好きいいね。いや、牡蠣ね、俺もね、はい、地元が海の方なんだけど、はいはいはい、大洗の方に行ったことある？お笑いあります、はい。あっちの方とか北品川ってとこにその漁港があって、ありますね。牡蠣そのまま500円とかでそのまま生で食えたりとか、うんうん、焼いて食えたりするとこなんだけど、しかもあっちは岩牡蠣で大きいですよね。でかいでかいでかい、ブリッとしてますよね。牡蠣当たらない方法、当たったことないでしょ？ないっす。あの牡蠣ってさ、牡蠣いるじゃん貝殻あるじゃん、貝殻、はい、貝殻にあの当たる菌がついてるね。うん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 。だから汗口にやって食べたら当たるんでしょ。うん、だからあの箸で作って取る、吸ってあのもう口に当てないっていう、ね、そう、口に当てないで吸うっていうね。取れまくある。見たいね。見たいですね。見たい。いや、見たいとこ多いですね。そのさ、人がめっちゃ多くてさ、うん、その原宿とかって、まあ、古着好きな若い子もいろんな外国の方とかいろんな方多いんだけど、はい、結構なんかめっちゃ古着着てるあのね、若い男の子とか女の子いっぱいいるね。そうですね。若い男の子と女の子じゃなくなっちゃいましたからね、僕らも。そうなんだよ。そうなんだよ。本当にだからそのすごい若いイメージがあったよ、下北って、うん、まあ、確かに若いんだけど、結構あのヴィンテージの古着屋さん、うん、それこそ、まあ、ハスキーさんもそうですし、うん、シャラさんもヴィンテージありましたね。あ、シャラさんもありますし、うん、あとスパイクさん、うん、スパイクさん、スパイクさんもすごかった。あ、すごかったですね。ちょっとここはねカメラ回せなかったですけど、他のお客さんもいらっしゃったんで、うん、すごかったですね。ぜひ今度あの行かせていただきたいですね。そうですね。ちょっと他も回って、おー、なんかありますね。学割だ、学割、学割やってる。じゃあね、古着は世界を救うって学割やってんだけど、俺らは学割ないからね。そうですね。すごい。ん？古着全品100円からって、これは多分嘘ですね。いや、嘘って100円からだから、100円もあるし、1000円もあるし、1万円もあるしってことで、100円のものがあるってことですね。一緒に見てみます？見てみる、一緒に見てみましょうか。すごかったね。すごかったですね。100円見つけた？100円は、くしくも見つけられませんでした、僕は。ただ、500円ありました。500円あった。いや、俺ね、俺100円を見つけようと思って、はい、100円見つけたら何でもいいから買おうと思ったんだけど、見つけられなかったけど、はい、でもすごかったね。結構物量もエグかったですね。ね、うん、まあ、まあいろんな古着屋さんがあるっていうことで、なんかまたこっち開けたら、そう、王将とか、すごいすごい、めっちゃあっちもあるんだよ。いや、そう、すごいすごい。メメント、あれメメントさん、メメントさん以前ね、ちょっとね、あの行かせていただきたいみたいな話ちょっとね、はい、してたんですけど、ちょっとまた聞いてみましょうか少し。はい、メメントさんは千葉にお店があるんですけど、はいはい、町田？町田ね。にもオープンする？いや、12月にされたって言ってましたね。あ、されたんだ。はい、で、ここが下北というところでちょっと見ていきたいなと思います。はい、さあ、撮影はできるんでしょうか。あー、渋い顔してます。撮影 OK でした。あ、OK なんかい。はい、ありがとうございます。 OK なんかい。じゃあ、すごい渋い顔してました。はい、メメントさん、はい、ちょっと見てみようか。行きましょう。はい、ちゃんとアポ取りできるのね。そうだ、心配でしたよ、僕は。お疲れ様。お願いします。メメントさんはやっぱりさ、はいはいはい、一回千葉にね、行かせていただいたことがあったんですけど。あ、そうですね、はい、こちらの店舗は昨年オープンされたって伺いました。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます。という感じで、入り口にあのポロ感があったんだけど、はいはいはい、ラルフとかも多分めっちゃあると思うんだ。シャツからで T シャツのグリーンでってあるでしょ。で、一応奥に普通に N1 とかめちゃめちゃ古いやつ ありますね。ファティーグも上にかかってますね。しかもファーストで、うん、え、すごくない、ね、すごいね、これ結構モヘアカーディガンが入ってますね、うんうん。アクリルもあるんだけど、結構見た感じにモヘアがたくさん入ってます。
シャツも結構ありますね。はい、ありますね。ポンチョビさん。ポンチョビさんもあるし。僕ちょっと FJ さんと聴く音楽違うんですけど、上にかかってるグリーンデイとか、ポンチョビは僕結構聴いてましたね、昔。グリーンデイいいよね、グリーンデイいいですね。これとか、80s かな、90s かな、リーバイスの T シャツなんだけど。当時の広告のですね、ボタンユアフライ。ボタンユアフライ。それスタースクリーンスターズ。今でもあの新品で出る T シャツはボタンユアフライがあったりもする。あ、そうなんですか。アーカイブ T シャツって昔のグラフィックとかを最近でこれ出してたりしてる。あ、そうなんですね。お、いや好きなのいっぱいな。バンズ。袖シングル。90s のバンズの T シャツ。このタグ俺初めて見たんですけど、こんなタグなんですね、90s って。ね、銀のタグ。メイドイン USA。うんうん。パンツですね。ちょっと待って、皆さん多分何があるのか見たいと思う。すごいね。ね、そうっすね。フィルスタッフのレザーでしょ。フィルスタッフのレザーめっちゃかかってるし。モーターサイクル。クロブクエッション、クロスグレッションってやつが、そうですね。モーターサイクル系からバンティーから結構あれですね。幅広めですね。幅広めです。人っぽくないですね。なんか潜んでる感じしますね。潜んでる、潜んでそうだな。こっち側は結構ヴィンテージを入れてる感じですか。そうですね、比較的ヴィンテージ。どこが一番店舗の中でヴィンテージ揃えてるのかあるんですか。町田下北、千葉。千葉ですね。千葉もやばかったけど、うん、ここもやっぱめっちゃさ、あのヨーロッパ系のさ、やつ多いよ。うん、そこの後ろもレザーとかめっちゃ。あ、すごいやばいっすね、あれやばいっすね。あれサーティースのフレンチ。フレンチかっこいいです。フレンチはやっぱ上品になりますね、レザーでもね。そうですよね。アメリカもそうだし、ユーロヴィンテージのレアのものがたくさん揃ってる、メメントさん、すごいっすよね。あ、メメントさんってそういえば飲食も最初にやられたって伺ったんですけど、はい、あれ下北でしたっけ、お店って。いろいろあります。新宿だったり、埼玉にもあります。あ、そうなんですよ。下北にはないんでしょ。あ、そうですね。下北にはある。ご飯食べたい。いや、せっかくメメントさん来たから、なんかカフェそういえばあるって聞いたんで、ちょっと行きたいなって。あ、そういうことね。お腹ね、さっきちょっとミンテ食ったばっかりで、そうだね、まだ食えないです。もうお腹空いたのかな。そんなワンパクじゃない。いや、ちょっとすごいね。これロッキーじゃないんじゃない。ロッキー、いや、ロッキーだよ。え、着手してさせてもらっていいですか。はい、これはまさかのロッキーさんですか、ね、ロッキーさん、ロッキーさん、ロッキーさんのマウンテンパーカー。曲ね、うん、うん、なんかあれですね、ベストじゃなくても結構ロッキー感って出ちゃうんですね。出るよね、はい、ロッキー感出るね、うん、こんな感じね。ロッキー感出るね。ここのさ、ね、ウエスタンヨーク、うん、レザーのヨークかっこいいね。かっこいいです、かっこいいです。で、着丈長いこういう、まあ64クロスとかセブンティース得意なんだけど、このあるじゃん、ここドロコード、はい、ドロコードでここ締めてさ、うん、ウエストの位置が高いから、うん、足が長く実際さ、例えばウエストがさ、ここだとしてもさ、うん、ここで締まればさ、これは足に見えるわけだ、うん、まあ、これかっこいいね。配色がいいです。配色がいいよ、うん、これ結構でかいサイズですよ、僕では。うんうん、こんな感じで着るのもありなんじゃないかな。なるほど、モーターサイクルジャケットスウェーデン、はい、あれあるじゃん、うん、それをちょっと試着させていただきたいなと。なんかモーターサイクルジャケットをサンプリングして作られた普通のレザージャケットみたいな、うんうんうん、スウェーデンのモーターサイクルが上にあるんですけど、うん、これはちょっとまためちゃくちゃいいじゃないですか。なんかさ、うん、デザイナーズの、うん、デザイナーズっぽい、ブランドっぽくない。うん、てか、なんで毎回レザーサイズそんなに合うんですか。なんでだろう。ごめんなさい、答えのない質問といた。そうね。自分が来たらかっこいいだろうなっていうサイズを試着してた、うんうんうん、このレザーの感じとかさ、うん、意外にこういう感じで履いてもちょっと大人、大人っぽいね。レザーなのにしかもそれはちょっと着崩せるレザーって感じで、また面白いですね、うん、大人っぽい。真っ黒
外の格好が大人っぽい、バンズとか入って。ああ、そうですね。中もちゃんと、多分ここでこれボタンして、うん、ダブルでそこ、そうですね。こっちもボタンするでしょ。なるほど、なるほど。まあ、モーターサイクルですね、やっぱり。うん、冬のダブルジョーズ、ちょっとアメリカ以外のありですね。ありですね。はい、ぜひ。ありがとうございます。うん、ちょっと、時間を見つけて、そうですね。町田。うん、ぜひ。お伺いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。下北楽しいね。楽しいっすね、うん、ヴィンテージのゴリゴリの古着屋さんもあれば、比較的こう古着初心者の方も買いやすいプライスだったり、買いやすい入りやすい、うん、レギュラーの古着屋さんもめちゃくちゃ多いんで、ちょっと僕も久々にね、あの下北沢来てちょっと勉強になりました。はい、お店の方もみんな優しくてね。優しかった。全然いいですよって撮影させていただいて、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。次はあのちゃんとねアポイント取って行きたいところをたくさん見つけたんで行かせていただきます、はい、その際はよろしくお願いします。します。はい、じゃあ今日最後になんですけど、まだ行きたいところがありまして、ほう、はい、セカンドストリートさん、以前原宿店撮影させていただいたんですけど、はいはい、今回も撮影をしていいよと言っていただいたので、今日もセカンドストリートさん行きます。2回目。なんと下北店ってことですか。下北店に行かせていただきます。はい、楽しみです。楽しみですね。僕行ったことないです、1回も。いや俺もない、うん、俺もセカストは地方しか行かないから、うんうんうん、あと原宿か、うんうん、だから下北店は初めてです。なんであの来週セカスト編をぜひ見てください。はい、ありがとうございました。